OEH JP channel. I'm Annalise from Malta. Here we have Mr. Hide, Mami, and Daigo. はい、ありがとうございます。それではリビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは住むというリビング、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール大阪イングリッシュアースの代表、私渡辺秀和と、今日はですね、マルタの、アナリーサちゃんが手伝いに来てくれてますので、ぜひビブレッジか、見に来てください。お願いします。でですね、早速ゲストを紹介したいと思います。今日はですね、今日のイベントのブースも出してもらって、3階やったっけにも、展示もしていただいてます。国際子ども夢発掘活動をしている引き出しの輪さんからですね、大悟君とマミさん、はいはい、では早速英語で自己紹介をしてほしいんだけど、どっちから行く？もちろん。わかりました。はい、じゃあお願いします。Nice to meet you. I'm Daigo Naito. I went to Philippines last month. 先月フィリピンに行きました。なるほど。じゃあ、マミさん。Hi, how about? My name is Mami. Shimizu. I love mango. 以上。マンゴーがそんな好きなんですか。なるほど。あ、毎日マンゴー。なるほど。はい、ありがとうございます。でですね、この番組はですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなということで、今日は、アナリーサから英語で質問しますので、それに対して、英語もしくはその他の言語、何語でもいいので答えてもらうという、そういう感じでやっております。はい、じゃあ、アリさん、ユキャン。 So, I know you went to the Philippines, but did you go somewhere else? And you? Did you visit other countries? 他どっか海外、フィリピン行ってきたのは今聞いたけど、他どっか海外行ったことありますかっていう話をしてるんですけども、はい、どうでしょうね。Been with many countries. Yes. Daigo, you know, for example, India, Laos, Sri Lanka, Germany, Portugal, Dutch, Holland, France, Spain.America. Which is your favorite? どこが一番好きだろう。それはもちろん、フィリピン。フィリピン。だからあれだ、フィリピンでもこの子供夢発掘活動っていうのをやってね、引き出しの輪プログラムみたいな。そうなんですよ。はい。よくぞ聞いてくれました、ね。はい。ぜひぜひよくぞ聞きましたよ。ありがとうございます。そのまず何、それを説明してもらう。いいですか。あ、どうぞ。ありがとうございます。はい。僕らですね、引き出しの輪っていう、ここにパター出てるんです。はい。パター出てますね。ホームアウトドリーム。はい。そうです。冊子になってまして。はい。でですね、その活動っていうのがもともと2015年に始まったんですよ。2015年。はい。あ、ほんと4年前ぐらい。4年前ですね。はい。早いですね。はい、でその時は MOVE っていう名前で、はい、プレゼンテーションのイベントだったんですよ、うん、でそれはあなたがもし例えば明日死ぬとしたら、うん、メッセージを3分だけ残せるとしたら何残しますか。結構ハードル高いな。そうなんですよ。明日死ぬ、前提で3分間で何かを残せと、残す、表現してくると自分自身、はい、でそのイベントを大阪でやってたんですね、うん、でも5歳から80歳ぐらいまでの人が、うん、もう200人ぐらい喋ってくれたんですよ。ああすごいすごい。みんなどんな人？みんなね、人によってはもうこれやり残したから、うん、もう私はね、知られへん、人も知られへんって。でも朝死ぬよ。歌う人がいたりとか。ああ、歌を残す。歌を残しちゃう、うん、あとはこれを実はやってみたかったんだ。ああ、なるほど。だから告白して。告白したら死ぬ。なるほど。でね、それみんなやっていくと、うん、面白いことが起こったんですよ。実は自己解消するんですよ、うん、実はこれがやりたかったけどできなかったとか。あ、なるほど。結構ネガティブなことじゃないんですけど、うん、言わなかったことを言ったら、うん、
やってみたらみたいな。やってみたらやったらみたいな。簡単じゃんみたいな。そうそうそう。あの自分らがこれやったら手伝えるからって言って、うん、で輪が広がっていったんですよ、うんうんうん、すごいなと思ってて、であのその話をあのフィリピンの友達にずっとしてたんですね、うん、今でこんなことやってるから、うんうん、でそしたらあのフィリピンでもやってよって話になって、うん、でその友達 の, あの地元が僕らがいたフィリピンの、うん、バゴシ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 どこにあるこれね、フィリピンのセブ島あるじゃないですか、うん、その西側にネグロス島っていうのがありますけどネグロス島ね、はい、そこにあるバゴシバゴシっていう市があるんですけどなかなかマイナーなめっちゃマイナーですね日本人ゼロ、一人だから一人、いました一人が取っただけど、はいはい、で、あのそこであの子供向けにそれやってくれへんかあー、その明日死ぬんやったら何残すっていうので、うん、僕ら英語先に皆さん聞いてくれたらそんな得意じゃないので、ね、困った、うん、しかも子供向けやし、うん、しかも現地語や現地語やし、うん、そうねあの、ミサヤ語かなはい、うん、ミサヤグロス島やったね、そしたらもう絵描いてもらおうあーもう言葉わからんから絵描こうと絵描いて、まあ、説明はまあ準備したら言えるけど、会話聞いても分からへんし、打ってもらっても理解できへんから、にしようと。にしようと。あ、それはナイスなアイデアね。それが発端です。きっかけやね。きっかけです。なるほど、なるほど。で、書いてもらって。そうなんですよ。何人ぐらいだよ。これ、1回目で25人ぐらい。あ、すごいじゃん。書いてくれる。そんな集まって。めっちゃ集まってね。へぇー。で、子供らが、僕ら2時間ぐらいで絵描いてくれって思ってたんですよ。うん、そしたら、うん2時間じゃ足りないって言ってあ時間がねそうなんですよ、はいはいはいうん、で結局4時間もう真っ暗やってましたよなるほど一生懸命書いて一生懸命書いてくれて4時間書いてなるほど台風が来ててですね近づいてたもんいや直撃やった台風中台風中台風なぁイベントが台風中にもかかわらずそうなんです4時間書いてくれて書いてくれてすごいねたまたま集合時間の時一瞬晴れたんですよあーすごいじゃん、それも奇跡や奇跡やなぁと、で、どんな絵を描いてもらったでですね、うん、これ1枚ちょっと今日持ってきたんですけど、うん、皆さん見ていただきたいんですけどはい、なかなか音声だけだったら絵が近場で見に来てください見に来てくださいはい、ヒデさんこれ何の絵に見えますかこんなんあやまね、なんか発表してる感じかなうん、上の方見えますか、ね、なんかを発表してる先生とかかなああ、うん、どう思いますか何て言うんですか This picture まあ、キャイイメージ Politician あ政治活動してるみたいな感じかな政治のね、うん、そんな風にも見えるかな見えますよね、はい、で、答えは答えは清水さん、言ってください答えはこれはね、小学校を卒業する卒業式 の,、うん、あのスピーチ の, あーあの絵です。卒業式でスピーチをしてる時の写真、はい、あなるほど。それが夢なんです。その子の夢は何だ、うん、学校、小学校を卒業することです。あが夢。ね、あいいね。すごい明確。明確です。絶対できるね、それもね。絶対できるね。できないです。できないの、フィリピンはそういうとこなの、はい、なぜなら。なぜなら、貧しいからっていうのが一言なんですけど、なるほど、小学校に通えても、72% しか卒業できないんですよ。あなるほど、そうなんだ。じゃあ、28% は小学校中退になっちゃう。中退になっちゃうんですよ。です。まあ、やっぱりね、バンバンは子供もね、労働力やからね、学校行ってと、ちょっと手伝いよみたいなのがある。あれだよね。そうなんですよね。日常だよね。はい。じゃあその子は卒業したいと。したいっていう夢で、もしかしたら私はできへんかもねみたいな感じの子やったかな。ちょっとね、それがもし僕が卒業することができたら、頑張って働いて成功して家族に恩返ししたいっていう夢やったんですけど、うん、そのためにまずはファーストステップとして、うん、みんなと一緒に小学校を卒業したい。あすごい、モチベーション高いね。高いですね。へでね、さっき日本でその夢語ったというか、うん、もし自分が明日シグラムにしたいかっていうことを話した後に、うん、みんなの助け合いが起こったって話したんですか、うん、フィリピンでもそれが起こったんですよ。カミングアウトすることによってちょっとこいつどうにかして卒業させたのやないかみたいな。そうですそうです。あーすごいね。日本やったら1年生から2年生上がるときに、うん、普通に上がれるじゃないですか。あ、まあまあまあ、
フィリピンで合格しないと1年生から2年生上がれないんですよ。あ、なるほど、義務教育の概念が違うんですよ。違うんですよ。日本はもう年齢とともにできてもできなくても必ず上がれるけど、フィリピンはある一定の課題とかをやったりとか、これができなければ進級できない。そうですよ、そうです。あ、なるほど。で、それが、この子あんまり勉強がそんなに得意じゃなかったんですよ。なぜなら、その働かないといけないから、勉強もそんなにできなかったんですけど、そこにいるクラスメイトたちが、それやったら、私算数得意、私理科得意になってて、教えてあげるよと。勉強から始まったんですよ。あ、すごいじゃん。趣旨的に。すごいじゃん。で、1年後、めっちゃ成績が伸びてる。その子のみんなも伸びたんですよ。あ、すごいやん。教えやったから。へー、すごいなと思って、ね、あ、そういうことが起こるんだね。素晴らしい。1枚の絵がね、こんなことがある。やっぱりね、そういうね、大事ね、カミングアウトすることってね、そうですね、やりたいこともね、日本ってやっぱりそういう表に出すっていうことをよくしない文化なんだけども、どんどん出すべきよね、こんなんやりたい、あんなんやりたいってね。そうですね。なるほど、すごいな、いい経験してますね、いい活動してますね。もうね、見てたら嬉しくてね。ね、はい、で、先月は2年目で、2回目の訪問だったんですけど、その去年あった子がまたね、来てくれてて、ああ、絵が行くんだ、2個目の、ま、2個目の絵を、ああ、いいじゃない、いいじゃない。それがね、またすごい、1回目の時は、発表すらね、できなくて、泣いてしまって、それが、もう本当に好きに堂々と、素晴らしく話してくれてたんですよ。ああ、すごい。やっぱり前回来た時にやりたかったけど、みたいなのがあったかもしれんね、その子はね。もう見違えました。素晴らしい。また来てくれるのが嬉しいです。あ、そこにね、そらそうやね、活動をね、前に来て面白かったから来てくれるっていうのは最高やね。そうそうそう、すごいな、いや、いいことやってるじゃん。いいことやってるじゃん。ヒデさんもいいことやってるじゃん。いや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 、ほんまに。ありがとうございます。誰と褒め合おう、褒め合おう会みたいな。で、今日はあれなんでしょ、ブースも出してて、どこにあったブースは。ブースはね、ステージの目の前ですね。あ、そうなんだ。いい場所に。ステージの真ん前にあって。はい、はい、はい。何時からやってるの、今日は。何時から？3時からね。3時からゲームなんですね。はい、またゲームやるから、ぜひ3時から皆さんも、ブースに遊びに来てくださいね。はい、はい、国際交流カードゲームっていう。あ、いいじゃないですか。なんか6歳から18歳。6歳から18歳ゲーム。はい、はい。若者集まってください。いいですね。若者集まりです、はい。素晴らしい。はい、じゃあ最後なんか告知することないですか。あ、いいですか。あ、それや、それ言うとこだ。これいいですか。はい、ぜひぜひ。僕らですね、このフィリピンに行ったりしてる活動を、もう日本47都道府県ですね。で、世界193カ国、国連に加盟してる国もどこでも行くんで、プレパスと概要紙持って。素晴らしい。ここちょっと来てよってとこがあったら言ってください。行きます。ぜひぜひ、はい、ホームページもあるしね。あ、そうですね、ホームページで、はい、引き出しの輪で検索するの。はい、引き出しの輪で出てきます。出てきます、ね、はい、そんなの見てもらったら、ね、ぜひぜひお願いします。電子書籍も出しているので。そうそう、子供たちこの、はい、ね、あ、そう、はい、書籍もあるね、たくさん載っていますし、私たちの活動も細かくそこに載っています、はい、はい、素晴らしい。はい、じゃあぜひぜひホームページもチェックしていただいて、はい、はい、So, can you close this show? Thank you for being with us today, Mr. Hide, Mami, Daigo. Thank you. Thank you so much. Hi, thank you very much. じゃあ、またね。バ